どうも皆さんこんにちは。簡単ウクレレ教室ガズレレのガズでございます。本日もこの小さなウクレレを使いましていろいろな曲に挑戦してみましょう。さあ音楽は皆さん音楽始めよう。今回のテーマソングはいいですよ。これ毎日の生活の中で歌える曲だと思います。ザ・ドリフターズのいい湯だな。ビバノンロック。って一体何でしょうか。これはですね、こう、ね、最近ちょっと梅雨寒で、寒いからね、お風呂使ったりなんかするんですね。はい、いい湯だなってやっぱこれ歌っちゃうんですよね、これね。はい、皆さんこれ大いに歌っていきましょう。しかもこれガズレレ版の、オリジナルの歌詞ちょっと付け加えて、現代版にしてますから。はい、そこら辺もちょっとお楽しみにしてください。いつものように2バージョンやります。最初のバージョンは初心者の方でもなるべく簡単に弾けるどころか、入門コード4つでアレンジしました。これはあらゆる世代でもうおじいちゃんおばあちゃんとキッズと一緒に歌えるバージョンにしましたからね。はい、シンプル簡単バージョンやって、後半はそこにかっこいいドライブ感満載の8ビートのチャーを使ったかっこいいバージョンやります。2バージョン最後までご覧になってください。さあ皆さん音楽聴くの最高ですけどね。やる方がもっと最高なんです。ぜひ皆さんにこのね、音楽やる楽しさをということでこのガズレレやっておりましてですね。それを言うとですね、私音楽はね、無理なんです。不器用で前もチャレンジしたけどダメでしたという方結構いらっしゃるんですけど、大丈夫です。このご覧になってくださってるガズレレではですね、楽器触ったこともない方がもうあれよあれよという感じで弾き語りができるプログラムがありまして、それを見て今も全世界中の方がねウクレレで音楽始めてます。ぜひ皆さんも始めてください。とにかく簡単なのがテーマになってますからね。で、今もうちょっとしたらここにリンクあるんですけど、ここのリンク先に行ってもらって上から順番に YouTube 動画にリンクかかってますから、動画見ながらウクレレ触ってるだけです。はい、これ YouTube ですからね、いつでもどこでもスマホでも見られて無料ですから、まず始めましょう。では皆さん行ってらっしゃい。言ってらっしゃい。そこには今までガズが取りためたありとあらゆる音楽ジャンルの曲がウクレレで弾けるようにしている簡単なレッスン動画がすでに1300曲以上もうアップロードされております。最新 J-POP、 定番 J-POP、 昭和の夏メロ、歌謡曲、演歌、洋楽、ハワイアンソング、アニメソング、映画の曲、今日みたいなドリフの曲なんかもありますからね。はい、これどんどん音楽聴くからやるに変えていこう。それではこのエネルギッシュなお風呂の曲、いい湯だな、ガズレレ流シンプル簡単バージョンの方からやってみます。ワン、ツー、スリー、フォー。ババババンビバロンロン、ババンババンバン、アビバビバビバ、バンババンバン、アビバロンロン、ババンババンバン、アビバロンロン、いい湯だな、あはは、いい湯だな、あはは、湯気が天井からぽたりと背中だな。ビバノンロック、ガズレレ流シンプル簡単バージョンやってみました。ビバノンってなんだろうか、すごいいいですよね。ほっこりする。で、どうですか、ガズレレの、ちょっと歌詞をね加えてユニットバスにしました。やっぱほとんどの方今ユニットバスね入ってるでしょうから、なんかその方がリアリティあるかなと思って。ここもお好きなお風呂の場所でいいと思うんですよ。皆さんでもしかして温泉旅行はこれからねコロナが収まったら行くかもしれない。そこの温泉のね名前を当てはめて歌っちゃう。これ盛り上がりそうですよ。しかも入門コード4つだもん。 C と Am と F と G7、 これで
まずはもう本当に楽しんでワイワイ歌いたい。お風呂の時にはこれ歌いましょうということで。そしてですね、これドリフターズの原曲が結構長く何番までもあるんですけど、今回はね、まあまあガズレレオリジナルということで2番のショートカットさせていただいてるんですけど、原曲みたいにやりたいという方はご自身でね、コード進行一緒ですから歌詞を書き足してフルコーラスの楽譜を作ってください。で、今のガズレレバージョンは面白いと思ってできた方はね、それでもやっぱ紙に書き起こしてご自身だけで演奏してみるのをおすすめします。それであそこのユニットバスのところ好きなところに書き換えたりなんかしてね、そういうのも楽しいと思います。その時の参考になるようにいつもガズのノートをこの画面に映してるんですけど、ただいまこのガズクラブというサービスが始まりまして、このガズクラブっていうのは、毎月クラブ活動費660円を頂戴しまして、このガズの書いたこのノートを、これをですね、データとして皆さんに毎月5曲お届けするという画期的なサービスなんですけど、そのデータをですね、毎月もう膨大な数増え続けておりますので、ガズが今まで取りためたところのノートの楽譜、皆さん探して選んでゲットしてください。で、このガズクラブでは楽譜のゲットの他にも、ガズクラブ限定活動いっぱいやってまして、オンラインライブイベント定期的にやってます。次はね、8月8日に、ガズクラブ限定オンラインイベントありますよ。その他にも SNS が回ってて、そこでもうどんな質問にも答えてます、ガズが。そうすると、あとね、テーマを与えてみんなにこう投稿してもらったりとかね、面白いクラブ活動やってますんで、ガズクラブ会員募集中よろしくお願いします。はい、映してまいります。はい、ここサビなんですけど、ここね、よく見てください。この、今やったシンプル簡単バージョンはこの上の段 C と G7 と G7 と C だったんですけど、これ見て下の段くるっと囲ってるんです。これはね、これからやる後半やるかっこいいバージョンのコードなんですけど、かっこいいバージョンではこんなにコードが動き回るんですよ。これなかなかかっこいいんで、ちょっとこれ慣れた方下の段でやってみるといいかもしれないですね。はい、そういう風になってます。下にくるっと囲ってるやつは後半やるかっこいいバージョンのコードなんで、今やったシンプル簡単バージョンは上の段ということになってます。はい、でこれね、皆さんご存知だろうけど、ババンババンバンバンって言った後にあー、ビバーノーので、この掛け合いがいいんですよね。で、これ一人でやるのもいいんだけど、これね、なんか仲間でワイワイやるのにもほんと適してるなと思いますね。はい。これで、これ2回繰り返すから、ここでこうちょっとね、1回目、2回目で分けてます。あー、ビバーノーのって最後はこれ言いたいわけですからね。はい、ここに、はい、じゃあこういうことになってます。そしてここもさ、言ったんな、この、アハハン。これもコール&レスポンス。これみんなでもうなんか追っかけて歌うとか、絶対盛り上がるやつですから。はい、まずはここまでちょっとメモって、この見て温泉マーク、これポイントになってます。はい、はい、どうぞ。ここね、オリジナル歌詞、ここは我が家のユニットはさ、これがやっぱリアリティあるからと。ここはだから皆さん、そのね、もし温泉行ったら温泉の名前とか、例えばおじいちゃんって言ったらここはじいちゃんのお風呂ですとか、そういうのがいいんじゃないかなと。ここは自由設計でいいんじゃないかというふうに思います。はい、これ一時停止で書いてください。ちょっと分かりづらい方は動画のテロップ一時停止で書いてもらってもいいと思います。はい、よし、じゃあ次ここでサビが入ります。同じサビババンババンバンバンでやります。あ、ここにもコードがちょっと変わってますね。これかっこいいバージョンで。はい、じゃあここ全くコード進行一緒で歌詞が変わって2番ですね。はい、コード進行一緒です。これね、原曲もこのパターンですので、ずっと歌詞だけ変わっていく パターンですので、フルコーラス原曲通りでやりたい方はこれ歌詞だけを変えていってくださいということです。シンプルですね。はい、またここは我が家の、ここ変えようかなと思ったんだけど、まあまあこれでいいやということで、ここは本当なんかいろいろね、旅行先のがいいよな、やっぱりな。はい、で最後またサビに戻るんですけど、最後普通にあビバドノンというよりはあのドリフの一番最後の歯磨いたかとか、ほら宿題やったかとか、そんなのをちょっと入れてみましたんで、ここももうあれでしょ、もう皆さんのも好きなにやあの聞くっていうか質問を考えるのも面白いかもしれない。これだからなんかね、仲間での旅行とかでこういうのやったら面白いのかもしれないですね。はい、こんな感じでちょっと自由度高めな、いい湯だな、ビバノンロックでした。はい、じゃあまずコードの解説。これね、今やった簡単シンプル簡単バージョン、この入門コード、これはもう超絶入門コードですから、 C と A マイナーだった F と G7 だけ、このアレンジでいきました。はい、よかった。これはね、もう今日ウクレレ触った人でもできるようにアレンジしてますから。はい、このね、この4つなんですけど、かっこいいバージョンでもね、 Dm が1個足されるだけなんですよ。なんで今日はこの5つのコードが出てくるということなんですけど、これセットでもご紹介します。これはいつも出てくるコードで、これです。これガズレレ必須コードというのは一体これ何かと言いますとですね、ウクレレで音楽を始めようと思った方が一番最初に覚えてもらいたいコードのグループがあります。これはね、ウクレレにとってめちゃくちゃ便利で助けてくれる、もっと夢のようなコードで、このグループを覚えていくだけでも本当にもうほぼ世の中の音楽ができるんじゃないかなぐらいのコードなんです。
んですけど、これちなみにウクレレ以外の楽器ではあんまり通用しませんので、ウクレレにとってですよ。で、これグループですからね、いくつかあるんですけど、10個あります。10個もあるのと思うかもしれませんけど、1個ずつ見たらこれも1個のコードだし、これも1個のコード。こんな簡単なコードなんですけど、10個いっぺんに頭に入れようと思ってもごちゃごちゃになっちゃうんで、私がめちゃくちゃ頭にスイスイ入る分かりやすい解説動画撮ってます。ここにリンク貼っておきます。ここのリンク先でガズレレ指数コード10個覚えちゃってください。今日その中の5個ですけど、他のコードもね、楽しく覚えられます。めちゃくちゃ楽しい動画になってますんで、コードを覚えていきましょう。はい。今のそういうわけでシンプル簡単バージョン、4つ引きで、シンプル簡単バージョンやったんですけど、こっからかっこいいバージョンの解説に入っていきます。かっこいいバージョンですは、まあ、ですね、コードがちょっと変わるんですけど、このさっきやったババンババンバンバンのところのコード進行が全然変わって、ちょっとスピードも上げるんでね、かなり忙しいイメージになると思います。ちょっとここやってみようか。あ、で、そうだ、その前に、弾き方だね。弾き方。これリズム。やっぱこれ元気いっぱいの、なんかこうテンション高い曲ですんで、もうドン !8 ビートのチャン。こちらでいこうと思います。C で弾くと、元気いっぱい、お風呂に入ろうぜみたいな感じのこうウキウキ気分でやりたいと思います。この8ビートのチャンの弾き方、ここにリンク貼っておきましょう。このリンク先はウクレレで言えてなかった。このリンク先はウクレレでできるリズムのいろいろというガズレレホームページの1枚で、その中から8ビートのチャという動画でこのリズムの弾き方マスターしましょう。8ビートのチャっていうのは、まあその動画の中でも触れてますけど、そのもっと下の基本である8ビートというリズムをマスターして、その次にマスターするリズムですんで、そこのところをチェックしてくださいね。じゃあ8ビートのチャで、そのイントロじゃない、サビのね、ババンバババンやってみると結構忙しいですから、ちょっと早めにやります。さっきよりちょっと早めかな。いきますよ。こんな感じ。ワン、ツー、スリー、フォー。ババンババンバンバン、アビバノノン。ババン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 、アビバビバビバ。ババンバンバン、アビバノノン。ババンバンバン、アビバノノンという感じで、結構忙しい。これね、ガズもやってみてびっくりしたんですけど、コードがもうスイスイ変わっていって、ババンババンバンバンとビバノン、自分一人で追っかけやってると、コードがもう頭の中でごちゃごちゃになるんですよ。これ結構脳トレになると思います。これは脳トレ要素としてはすごく使えると思いますね。Dm も出てくるわけだし。はい。そこのところがキーポイントになります。あとはですね、もう超シンプル。で、さっきも言ったんですけど、コードが、ここにも書いてあるんだけど、ほら、さっき G7 だったところが Dm だったり、ここ C だけだったのが C という、ちょっとコード進行もかっこいいバージョンならではに変化させて、かっこよくなってますんで、そこら辺、しかも8ビートのチャーでこの疾走感とこうウキウキ感、僕らね、そのね、なんていうかな、この、ただ突っ走ってるんじゃなくて、ちょっとこう、お風呂でこう、なんかそのイメージ、ドリフターズのメンバーと一緒にこう、お風呂入ってるような、そんなイメージがわかりやすいかなと思うんですけど、楽しいイメージ。お風呂気持ちがいいもんね、ほんと。なんか、そんな感覚をこの音に表現する。これがいいと思います。曲はものすごくシンプルですけど、やっぱこうダイレクトにね、歯磨けよとか最後言っちゃうわけですからね、もうね、お風呂入れよとか言って、もう入ってるよみたいな感じですけど、まあそんなね、楽しいムードでやってみようと思います。それではやってみましょう。ザ・ドリフターズのいい湯だな、ビバノンロック、カズレレ流かっこいいバージョン、やってみます。ワン、ツー、スリー、フォー。あ、ビバノンロック、バランバランバン、あ、ビバビバビバ。アビバノンノン、ババンバンバン、ハアビバノンノン、いい湯だな、アハハ、いい湯だな、アハハ、湯気が天井からぽたりと背中に、冷てえな、アハハ、冷てえな、アハハ、ここは我が家のユニットバス。イエーイ、せーの、じゃかじゃん。
いい湯だな、ガズレレ流かっこいいバージョンやってみました。あーなんかこうテンション上がります。これお風呂に入って弾くのはちょっとね、これ木だからね、これ難しいけど、樹脂製のウクレレとかだったら叶うかもしれません。なんか旅行とか、まあ皆さん、あなんかお泊まり会とか、そんな時にいいかもしれません。ぜひ皆さんどんどん歌っててください。オリジナルの歌詞を作るのもね、一個の楽しみですからね。はい、皆さん音楽楽しいでしょ。この楽しみ皆さん周りの方にどんどんお伝えしてください。やっぱね、これみんなでね、これ楽しむのも最高だと思いますね。これガズレレ YouTube チャンネルもぜひご活用くださいね。チャンネルにいいねとか、チャンネル登録なんかもぜひよろしくお願いします。さあ、お知らせですけど、今この使ってるガズのわがままウクレレ、多分もう売り切れになっちゃったかどうかという瀬戸際だと思うんですけど、一応確認してください。このリンク貼ってますけど、質問なども受け付けておりますのでよろしくお願いします。そして先ほどから何回も言ってますけど、このガズクラブもね、これ相当盛り上がってますんで、これもぜひ皆さんチェックしておいてくださいね。ここの中でやってるね、オンラインイベントとかね、もう本当に楽しい。毎日 SNS で動いてるっていうのも楽しいですし、あとはもうどんどんお知らせをしますけど、これガズレシピ、これガズレレのアプリです。楽譜が見れるアプリ、スクロール、自動スクロール機能とかメトロノーム機能がついてて、今100曲ぐらいのね、多分曲、あ、じゃね、80曲ぐらい、どんどんこれも増えていきますんでね、これ無料版もありますんで、皆さんのスマホやタブレットにぜひとも入れておいてください。あとはですね、いろいろあるんですけど、あ、これがあるな、これ。このガズの出している本、この書籍、これがもう大ヒット中でございます。皆さんもうお手に取ってくれたでしょうか。シンプル簡単バージョンですけど、100曲100曲と。あとこれ初心者様にはこれがおすすめ、緑の本。これがですね、もうこの3冊で、トータル9万部に迫る勢いのこの発行部数になってまして、もう本当に皆さんご活用くださってどうもありがとうございます。どんどんこういうのをね、使って楽しく音楽していきましょう。あとはこのいつも使ってるウクレレについてるストラップ、これマイハニーがハンドメイドで作っていたりとか、キャップ、 T シャツ、あとはこれがリュックサック、これもですね、もうこのリュックサックがですね、まあまあ私がデザインしてるんですけど、これウクレレが入るリュックサックなんですよ。ここにガズレのプリントが、ブラックにブラックプリントであるんですけど、ここにハンドルがついて横持ちでも持ってます。そしてこれ中開けると、このちっちゃいポーチ、脱着型のポーチでチューナーを入れたり、カップを入れたりとか、あとティッシュ入れたりとか、あとこっちを譜面台が入るカバーがついてます。これ脱着可能なんで、必要なければ外して何かに使っていただいてもいいし、これをウクレレはね、コンサートまで入るんですよ。でももちろん楽器用なんで、これ生地もすごく分厚くて、しっかりしてますんでね、ぜひこれもご活用ください。そんなことはね、ガズレレのところだな、やっぱここ見てもらうともういろんなこと書いてありますね。はい、そしてね、ガズレレではもう本当にいろんな最新情報がもうボコボコ立ち上がってますんで、まあ、このガズレレホームページでなんか逐一チェックしてくださると、とってもありがたいんで、よろしくお願いします。はい、そういうわけで、このちっちゃいウクレレで楽しい音楽人生、音楽のある日常っていうのが、これがまあ最高の豊かな時間でございます。本当に楽しんでいきましょう。いつもガズレレ YouTube チャンネルご覧になってくださってありがとうございます。はい、また会いましょう。さようなら、バイバイ。